確かあのフリッピーとスプレンディドが出ているクラスアクトっていう物語があったんで、それもできたらお願いします。やだね。今回もハッピーツリーフレンズ見ていくわけなんですが、はい、このフリッピーとスプレンディドが出てくるクラスアクトっていう読み方でいいのかな。で、このスプレンディドがあのスーパーマンですね。これとフリッピーの組み合わせですね。この二人が出てくるという回があるらしいのでね、はい、今回見ていきたいと思います。はい、ちゃんとね、あの視聴者さんのリクエストにも答えていきたいと。はい、実況者の鏡ですね。さあでは、おお、もう早速始まってしまった。はい、クリスマスが舞台でしょうか。劇？お、ランピー、そして、デッパ。デッパ。あ、ナッティいるじゃん。ナッティいるじゃん。いや、俺、ナッティに、いつもは敏感なのに気づけなかった疲労でしょうか。おっと、リフティ&シフティだっけ。おっと、おっと、フレイキーがめちゃくちゃ振り回されて、外の雪が演出されている。しか、すげえ顔してんな。あら、かわいい。めっちゃ歌ってるんだけど。めっちゃ歌ってるんだけど。ナッティ。あ、お菓子めっちゃ興奮してんじゃん。かわいい。めちゃくちゃ興奮してる。え？ん？え？何が起きた？え？嘘だろ？え？嘘だろ、ナッティ。普通に肉も食えちゃうのか、ナッティ。怖え。いや、続けさせる監督も監督よ。いや、めっちゃ、顔面が、いや、まだ続けさせるんかよ、この鹿。サイコパスかよ。サイコパスっていうか、鬼かよ。泣いてるし、めっちゃ、めっちゃカオスなんやけど、え？いや、もうやめろって。ランピー、ランピー、お前逃げ出してんじゃねえ。お前だけ逃げ出してんじゃねえ。あ、嫌な予感。あー、めっちゃ火ついた。モブどもが逃げていって、あ、そっか、こいつは顔面剥がれてないのか、このウサギさんは。あ、めっちゃ押されてる、めっちゃ押されてる。ほら、押すな押すな、絶対押すな押すな。ハッピーツリーフレンズでモブって珍しいけど、やばい。あの、なんかバネみたいに動くおもちゃみたいになってる。やーべえ、オールスターじゃん、オールスター。あいつ出てこないです。スプレンディドとフリッピーはどうした。いや、カオスよ、カオス。それよりも今はこのカオスな現場よ。あら、歌い出した。え、お前何この状況で歌い出してんの。なるほど、悲劇があった時こそ歌って。なんだよその顔。なんだよその顔、今のランピー。なんか怖いんだけど、この物語めちゃくちゃ怖い。なんかちょっと闇を感じるんですが、この物語。ない、なんか俺が今まで見てきたハッピツリの中で一番怖いかもしれねえわ。はい、ということで今回もね、短めの内容薄い回になってしまったんですが、ですね、ちょっとね、何でしょう、このハッピツリっていうのがやっぱり伸びているっていうのがね、まあ自分のチャンネルが伸びる、何でしょう、まあ一つの何でしょう、要因となっているので、ちょっとハッピツリの方も投稿頻度ちょっと上げていきたいなと僕今思っているので、はい、投稿する間隔も短くしていって、なるべくね、このハッピツリ楽しみにしている皆さんの要望に応えられば、ケンタッキーから新発売、プレミアムチキンフィレッシュサンドなぁと、はい、思っております。ということで、はい、この動画少しでもいいと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、そして、私のね、ツイッターのフォロー、前回概要欄に載せてなかったせいでね、一人もフォローしてくれる人が来なかったんですが、はい、ちゃんと今回は、動画投稿する前に概要欄ちゃんと書こうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ツイッターのフォローも。ということで、はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。おい、ちょっと待て。フリッピーとスプレンディドはどうした？